ピンンチチがチャンスおおはようございます。す元気ですか今日はですねやたらと限定動画が突き出した、えー、件についてですねお話ししたいと思うんですけれども P を入れたりしてですね再編集して昔は動画を上げてたんですけれども、えー、今はメンバーシップができたのでね あげれるものは、えー、少しずつですねメンバーシップに上げ出したんですけれどもその限定動画ではなくてですね最近ですねバンされるんですよ。であのバンされるってどういうことかというとですねアップはできるんでですすねねアップしたた瞬間です、ね、気づいたらですね。 YouTube の方が急にですね動画を削除して僕自身の管理画面からもですね削除されましたということでもう完全に消えてなくなるんですよ。だから僕自身もですねデータが重いので動画自身をですね別で個別にですね、えー、持っているということはもうしてないんですね。 YouTube に上げているのが僕のいわゆる、まあ、動画のアンカイブという感覚で上げているのでバンされてしまうと全く残らないんですよ。それでこの間もですねあのー、5時間後ですこれは動画を上げて5時間が普通にですねあのー、CM がついて流れていたんですけれども5時間後にですね急にですねバンされました。 でどんな内容の動画かというとですねなぜ世界のですね人口がこんなに減っているのかなぜですね今、あのー、生まれてくる出生率とか胎児の死亡率が皆さんご存知ですか20倍になっているのかこのようにですね えー、ちょっと表現を同じような表現をしてしまったりですねこの情報をいっぱい出してしまうとまたこの動画自体がねあのバンされてしまうと困うので、まあ、そういったことについてですね真実総務省のデータをもとに真実の、えー、情報をですね動画で上げたんですで個人名とかですね、えー、僕も結構気にしながらですねあの動画を上げたんですけどバンされてるんですよ、えー、つまりですねあのもう YouTube ではですね 言えなないいことだらけににってるという,ふうに感じますで、何があかんかというとですねそのわいせつな話とか危険なこの行為を生むようなですね動機になるようなとかですね、まあ、そういうことだけではなくて YouTube 自体が気に食わない動画はなんか原点ついたりもう勝手に削除されたりするような傾向が今あると思うんですよ。 で、つまりですね YouTube 自体が気に入らない動画についてはもう上げれなくなってきてるんですねこれ残念なことですねだから非常に昔工夫をしてですね隠語を使ったりして安倍さんの動画とか上げてますけれども実はもうここも安倍さんの動画をバウンというよりもですねもう上げる前に削除されたりされてるんですよ。 上げてから削除されるのはこの間この人口の問題ね怪しいなっていう動画がそうだったんですけどそれであの動画がまだバンされるだけだとねいいんですけどチャンネルのステータスにもやっぱりバンされるとね影響があるんですよそこでね5月に入ったらサブチャンネルを立ち上げますなので皆さんサブチャンネルの方もですね登録しておいてほしいんですよそうするともしもこのメインチャンネル自体がですね 急に閉鎖になってしまったら皆さんにお伝えすることが全くできなくなってしまいますのでサブチャンネルに登録だけしといてもらえませんかねあのサブチャンネルに まあ、あのー、何かコンセプトがあるとかいうのじゃなくて、避難所というような形で、えー、サブチャンネルを開設します。で、あのー、動画の概要欄とか基本情報にですね、避難所、JJ チャンネル避難所という形であのー、リンクを貼っておきますから、ぜひですね、皆さんお手数ですけれども、一度そこでですね、登録しておいてください。で、これからですね、僕自体はやっぱり突っ込んだ話ができなくなる。 っていうことになるとこの youtube やってる意味がないっていうふうに思い始めてきているのでえー、ぜひですねあのー、ちょっと思い切った動画も上げていきますので登録しておいてくれませんかねっていうことですちょっと恐ろしい恐ろしい世の中になってきたなっていうふうに思いますすいません、えー、以上ですジェジチャンネルですチャンネル登録よろしくお願いします